いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2015年式フェラーリ F12 ベルリネッタをご紹介させていただきますまず外装面の状態ですがフロントに下すりフロント複数箇所ボンネットフロントガラス複数箇所に飛び石 右ミラー右ドアイッジに傷右サイドスカートに傷左ドア複数箇所に線傷右フロントアルミホイールにガり傷がございます走行距離約1万2千キロ走ったお車ですボディカラーはビアンコアブス インテリアはロストレザーとなります V12 エンジンをフロントに配置し最高出力なんと140馬力を発揮する究極のスーパースポーツカー F12 ベルニネッタでございます新たに開発された7足 F1DCT を組み合わせておりさらに今回は希少な右ハンドルと国内需要にもぴったりのおすすめの一台となりますエンジンスペックに関しましては リッター、v、型12気筒エンジンジをを搭載最高出力馬力馬発揮しますヘッドライトには LED が採用されており夜間走行時の視認性も高く安全にお乗りいただけますアルミホイールは20インチアルミホイールキャリパーはレッドキャリパーを装着し足回りもバッチリ決まっています続きましてトランクスペースの紹介です トランクの開閉は手動での開閉となります。スーツケースが収納できる十分なスペースを確保しております。続きましてインテリアのご紹介です。インテリアはロストレザーシートとなります。運転席、助手席、ともに若干の使用感がありますが、大きな破れ、擦れがなく、良好な状態を保っております。ステアリングは3本スポークの LED カーボンコンビステアリングを採用。 パズルシフトにて、お手元で自由な変速が可能となり、スポーティーな走行をお楽しみいただけます。クルーズコントロールを装着しておりますので、任意で速度設定を行い、長距離運転など快適なクルージングが可能となります。ナビゲーションはカロッツェリア製ポータブルナビゲーションを装備。バックカメラを装備しておりますので、バックカメラにて後方確認を行い、安全に駐車していただくことが可能となります。 シフトに関しては7速の F1DCT を採用マネッティーノにて5つの走行モードを選択することができサスペンションは2段階の変更が可能ですフロント領席にはシートヒーターを装備しております今回は2015年式フェラーリ F12 ベルニネッタをご紹介させていただきました人気の高いホワイトボディにレッドレザーと鉄板の組み合わせに V12 エンジンから740馬力を発生させるハイパワーを軽快に操ることのできる F1DCT を組み合わせシティドライブや高速走行でも軽快でスポーティーな走行が可能となりスーパーカーの醍醐味を十分に感じられる一台となります。お探しの方はお早めにご検討いただきお気軽にお問い合わせご来店お待ち申し上げておりますよろししくお願いします。